オーバステラボ食用灯台、レンテラニシマサカドゴーヒメレリーフ大レエンジは、石川県金沢市野町にある、浄土宗の寺院。三号は、宝池山。前田利家の四女で、浮ッキ秀家の性質であるゴーヒメの遺廃所、母大寺として知られる。野田山にあるゴーヒメの五輪塔の墓を今も守り、ゴーヒメの遺廃と念事物である聖観音を寺報として、安置する。境内には、 郷姫と、夫、浮キ秀ヒの供養刀をはじめ茶将、道後や、樹者、藤田これ政などの墓がある。慶長九年、加賀半祖、前田利家に仕えた嵐子七々人衆の一人、小塚淡路守秀政が利家に従って、金沢城入城後に、七尾の浄土衆最高寺住職であった遠者、園連舎、広補丸で土城商人を称請し、大馬山地に混流されたが、 あとに当地が御用地になったため、野町に開地を配慮して、現在に至る。三号の宝池山は、寺の前面の道路から見て寺地が下がっていることから、それを池に例え、阿弥陀仏の教えを宝のごとく満たす池と表したと伝わる。大橋寺の最初の外護者、小塚秀政は、前田利家、前田利長に仕え、大阪夏の神には、 金沢城代を務めた人物であったが、後に、本家市屋共に絶景。同時期から大バステラを醍護していた、人持ち組医師の泉守る自務医師のさぬき守る質疑は代々加賀藩に仕え、有力団落ちとして大バステラに帰依し、現在も続く。寛永十一年郷姫は、金沢城、鶴の丸で、その数奇な生涯を閉じた。葬儀は家臣であった、中村行部、一式種。 よ輝正るら多くの上の人々によってオーバス寺で行われた。現在の本堂は文化12年如来寺の第18世であった総連者イリホマレ商人がオーバス寺の第15世として迎えられ再建された。イリホマレ商人は加賀藩前田家からも一目置かれた名僧であり、再建にあたり合姫母体の縁で前田家より松50本を寄進された。 1994年6月、西西門前に、郷姫のレリーフを開眼し、翌年5月21日、郷姫の360回帰法要を実施。この時に、八丈島の秀家と加賀国の郷姫が、行き別れとなってから400年余りを経て二人の、分骨をいただき、両人の記念碑を大場バステラ墓所に混流し祀っている。ありがとうございます。